皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのガネです。ゴブリンズの皆さんにお越しいただきました。ゴブリンズの皆さんにお越しいただきました。お願いします。シュプレです。お願いします。ジュンです。お願いします。お願いします。何くれるんですか？今日はちょっとゴブリンズさんアンチとか使ったことないと思うんで、ぜひこのワールドラバーで取り扱ってるこのストレイクラフトっていうめちゃくちゃおかしなアンチがあるんですよ。これ定価めちゃくちゃ高い。高いだわ。アンチで3000ぐらいでしょ。これいくらやと思いますか？3000ぐらい。11,800円です。え、定価か。定価、はい、定価11,800円。でもワールドラバーマーケットさんで買うと、まあ3割引いて8,250円です。安い。安いって言われてる。これしか買えん。8250円のアンチを体感してもらいたかったんで。でも違いが分かんないですよ。だからもう明らか違うんで。使えるか使えないかはもう置いといて、明らか違うと思うんで、ぜひ一回これで遊んでみてください。わかりました。はい、試しにこすってみてください。これえやばボール中学校の物質にあります。やばいと思うんです、それ。じゃあちょっとよろしくお願いします。お願いします。記者会見バックで。はい、OK。 記者会見。はい、おい。よーいっす。これマジで結構余裕で2番とか出せる。先に行ったらダメですよ。そうっすね、もうただ単にペコって当てる。やば、勝手に止まると思います。回転気にせず行った方がいいっすよ。あ、なるほどね。気にしてもうたらもう無理っす。あの面ちょっとでもかぶしたらもう入んないです。常に面嫌いとかないと。さてはし、さてはしとかよーちょれうーやばい、うまい、やばい。いや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 っばっ。いや、扱うのも今です。一瞬で、一瞬で。さすがです。さすがです。うまい。何？ガチンコでうまい。さすがにうまいです。いやばい。もうから、次の振りはかかってない。やばい。これすごいな。まあでも。久しぶりに受けた。11,800円なんで。でもワールドラバーマックスさん買うと8,250円。安い。とはならんすよ。それはならないですよ。えぐいっすよ、ほんまに。はいはい、はい、何したいですか？何したいですか？さあ行けないです。あ、あぶね。いや、ほんまになんか回転気にした負けっす。面作ったら終わりです。面作ったら卓球じゃないんで。卓球じゃないんで。アンチ貼ったら回転という概念があります。はいはい、あ、ごめんなさい。降りました。来ました。もう大丈夫です。あー、まず技術。いや、全然飛ばん。ほんまに飛ばん。でも飛ばないですよね。全然飛ばん。滑ってる感あるっすもんね、ほんまに。ツルツルなんで、で摩擦がほぼゼロみたいな。あ、もっとやらなあかんねや。結構押しちゃって大丈夫だと思う。こういうおっちゃん見るやん。こうやってこうやってみたいな。ちょっとね、高めですよ。じゃあ試しに自分がアンチしっかり使うんで、はい、ちょっともらっていいですか？はい、よー。全然飛んでこなくないですか？飛んでこないっす。普通に蹴る。ワンチャン、ちょっと欲しがってる今。ワンチャン今。普通に蹴る。まあなんか、回転量とかっていうより飛ばないから取りにくいっていう感じ。でもこっちもプッシュできないんですよ。あー、打てないっすわ。一生守り続けるってことですか？そうですね、下が来た時、いや、その、こういう感じだと、もう全然飛んでいかなくて、軽くプッシュして、もう飛ばないから、滑っちゃうから、これぐらいしか出ないです。一生守るとか、
ぱそういう感じになると思う。あとは高数うまく狙えるとか。ジョンはどうなん、受け取って、なんか嫌な。まあよくわかんないですよ、まあ、けど、てこないんで確かにあ、確かにだからもう、どうもちゃんとやってるみたいな感じ。あ、なるほどなるほどね、はい、印象は、はい、あ、なるほどなるほど。まあこれで多分しっかりと打てたらもうちょっとあれだと思う。だからシェイクで使う方が絶対いい。あ、バックとかで、ね、こうやっててレシーブみたいなやったらまだ使えると思うんですけど、ペンだとやっぱちょっとそのフォワードをするみたいな。あ、なるほど、まあ、でも中学生とかでただ単に勝ちたいだけとか言ったら、あ、そうか、知らんもんね。知らん、知らん。正味だって、まあ、中学生とかで始めたてとかでも次の方が絶対勝てるじゃないですか。はい、なんかだからそれをもっと簡単にしたものって思えば、まあ、最初はそれでいいのかな。なるほど。スポンジがもうなんか綿みたいなスポンジです。あ、さっき軽く見ました。はい、はい、だからこのスポンジがなんかその飛ばないようにしてる感じだから、熱くなると止まるみたいな。不思議な、そうですね、おかしいんですよね。で、これ剥がせないんですよ。え使い切りみたいな。スポンジものすごい、ものすぎて、ちょっとここにもういらないやつがありますけど。え、剥がせないってどうですか。剥がしたりする。剥がしてください。こっち剥がしましょう。こっち剥がして。あのトランスフォーマーっていう違うラバーなんですけど、はい、綺麗にじゃあ頑張って剥がしてみてください。いいですか。はい、怒らんとってくださいね。怒らないです。弁償してもらっていいですか。全然全然ちょそこはよっでもこれもアジあるからいや、もうアジないでしょ、これ違反でしょこんなんなったアジあるとかねこんなアジのあるラバーに仕上がりましたでもほんまにもうこのシートとスポンジがすぐ分離しちゃうんですよ。分離っていうかもうこう、あ、なるほどなるほど。シートが硬すぎてもうペキペキってやっちゃうっていう。僕思ってたの違うかった。スポンジがつくんかなって思ったらこっちが、あー、もう違う、その斬新な感じになる。アンチは全部結構こうなるんですか。いや、このマテリアルで売られてるアンチはそうなんですね。ほとんどが。でもだからこう綺麗にこう縁からこうちょっとずつこう取っていってやるしかないっていう。でもそれでも無理なんですよ。それでも綺麗に剥がさないと相当丁寧にやらないといいんです。でこれぐらい変わったらバース。わかりました。剥がしていいですか。いいよ、剥がしてください。せっかくなんで。やばいっすよね。ちょっと芸術まであるっす。車で通ったらこんなんなるやつ。間違いない。確かに。あ、ほんまや。全然この、もう粒が出てる。うん、そう、こことかも出ないと。あ、潰さ、潰れちゃうんですよね、結構。なんかこう、なんか他のラケットとかにこう合わせて調整してみようみたいなのが、いや、難しいんですか。禁断のラバーなんですよ。これしてもらいますか。これ、すごいなぁ。そうですね。まあ、今までない、もうその、だから使えるとか使えないっていうよりは、もう、まずそういうのを体験してもらいたかったんで。あ、なるほど。シップさんなり。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今回はまあこの辺で。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただき、ありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。